こんにちは。こんにちは。関西競馬ネット竹下です。北村です。よろしくお願いしま す, お願いします。阪神大賞典です。はい、というかここへ出てくるのが久しぶりで、長いことクビになってたんで、ちょっと今日は人が足りないようで出てくれと言われましたので出てきました。よろしくお願いします。はい、いややわ。出だしから嫌やわ。僕自身ありましたけど、ね、福島競馬がちょっと、ああそうですね、どうなるのかちょっと様子を見ますけども、まあとりあえずこっちは阪神大賞典。そうですね、はい、よろしくお願いします。で、まあね、天皇賞に向けての前哨戦と言っていいと思うんですけども、うん、はい、どうですか、メンバーご覧になられて。まあディープボンドが57で出れるんや言うてね、和田龍二ジョッキーとも笑ってたんですけどね、本場より軽いやんけって言いながらね、調教師にもその辺を言ったらほんまやなと、やっぱりそれ聞くとなおさらやっぱ落とせないねっていうことは言ってはりましたわ。で去年はね、結構な道丸で圧勝したんですけども、はい、今年も、まあ、多分両馬場にはなると思うけど、金曜日に結構振ってくれるみたいなんでね、はい、カンカラカンの速い馬場じゃなくて、ちょっとこうねソフトな両馬場でやれるんやったら、はい、この馬にはもうドンピシャじゃないかと思いますね。ということはもう本命、もうディープボンドもね担当で、はい、もうそんな新しい話出てこないですよ。G1 って勝ち負けしてる馬のね、あの話なんてそうそう出てこないんやけど、とりあえず本当何の不安もなく来れたと、あの調教師も言ってますし、和田龍二調教も2週連続乗ってね、選手はちょっと、他の厩舎との馬とのこう位置関係でねちょっと打ち回ったと、にしてもこの時計は早いでと言ってね、自分で時計持ってたのを見せてくれて、で今週はもうラストだけ、あのやるわって言ってましたけど、それでもビシッと11秒台、やっぱり普通キャンターがもう、ね、このレベルになると15、15のね、ラップ刻んじゃうから、どうやったってね時計は出ちゃうんですけど、その中でも本当不安定のないしっかりしたこう調整過程でここまで来れたんじゃないかと思いますね。はい、もうそういうことないです。ないでしょ。ないです。もうあの私も本命です。はい。はい、むしろその下の、そうですね。対抗以降いきましょう。はい。対抗、私はね、マカオンドール。なんか正直まあシンプルというか、あまり気にならない予想になってしまったんですけど、まあ前回も確かにね、内からこうね、癒しで突き抜けて、勝ちっぷり良かったなと思うんですが、僕個人的にはその2走前のその条件戦2勝クラスですけど、あの時が本当に、あ、強いな、この馬って、正直僕、あんまり、ちょっとそこの時点で評価してなかったんですよ。それがあの目の前で、あ、これは強いなっていう競馬されたんで、で前走のそのマイオンステークスのあの勝ちっぷり見ると、まあ重賞でどれだけ今力つけてるんでね、どれだけやれるのかなっていうところでちょっと対抗にはしましたね。どっちかというとね、取りこぼしの目立つタイプだったんですけどね、今までね。そうですね。それがここ2戦のやっぱ勝ち方見ると本格化してきたなというのは感じますね。まあ折り合いでしょうね。そうですね、折り合ったら弾ける、ね、長丁場で折り合って弾けるタイプの馬なんで、その辺がポイントだと思うんですけども、あの結構前でちゃんと組み立てる馬たちがいてるんでね、マカオンドールにとったらレースはしやすいんじゃないかなと思いますね。まあ、ちなみに僕はまた担当なんですけど、はい、アイアンバローズが対抗です。あの転球してきた頃はね、気がきつくてね、あの調教の過程から結構コントロール難しいとよく上村調教師がぼやいてたんですけども、やっとね、あの厩舎スタッフがこう手の内に入れたというかね、あの思い通りの調整ができるようになったと、個性をつかめたと、追い切り見てたら結構抑えるのを苦労しつつ、ね、4コーナーいつも回ってきてるんですけど、それでも追い出したらちゃんと弾けて走れてますから、これはあの本格化してきたんじゃないかと思いますね。あの気象が出世を妨げてた典型的なタイプなんで、そのあたりがやっぱり、ね、年齢とともに落ち着いて、走れるようになってきたというところが、ね、前回の重賞2着につながったんじゃないかと思いますね。で連続でねジョッキーが乗り続けてるっていうのもね、そういうちょっと癖馬やから、あのいい過程で来れてるんじゃないかと思いますね。もう昨今コロコロ乗り役変わりますからね。僕はあの継続騎乗大好きです。大好きですね、はい、やめとこう、これでね、で3番手、はい、私はシルバーソニック、もうちょっとやれてもいいんかなって正直思うんですけど、まあ
今回阪神に変わるんですよね、うん、この馬の僕のイメージの中で阪神は割とこう走ってる印象があるんで、うん、まあ、そこに変わるのが、まあ、黒三角にしたアイアンバローズをちょっと下げたのはそこなんですけど、うん、うーん、まあ、ただやはりねディープボンドマカオンドールの勢いを考えるとちょっとこれ以上印は上がらんかったかなっていうところが正直なところですね。僕は、まあ、これはマカオンドールだけど、うん、馬券的に面白いのはキングオブドラゴンだと思いますわ、うん、前回結構2頭でビュンビュン行っちゃって、うん、ヘロヘロになってもおかしくない流れやったのをしのいちゃったんですよ、はいはい、うん、勝ち切ったんですよね。あの一勝クラスをねフラ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 して勝ち切れんかった馬がなんかこう行かせる競馬でどんどんこう勝ち上がってきたんですけど、それでもね乗ってるジョッキーたちのコメントを読んだらね全然真面目に走ってないみたいなんですよ。で前回でも絡まれた時だけハミ取ったって田辺ジョッキーのコメントが出てるんですね、うん、だからもうその他はずっとこう押して押してというか促して促して、うんうん、で厩舎矢作厩舎担当でまたこれもコメント聞いてた時に、安藤女子は、馬のスタミナは全然心配してないけど、乗り役が一周追いっぱなしになるので2周ですね、ほぼそうですね、ほぼ2周追いっぱなしになると思うので、ジョッキーのスタミナが心配やと笑ってましたけど、それぐらいねやっぱ生クラな馬なんですけど底力は相当あります。でこれ関東の方もね前回前々回、見ておられたら、うんうん、あこの馬 の, その心臓の強さみたいなのを感じてはると思います。だからメンバー強い方が真面目に走る可能性はありますから、うんうんうん、今回はもう、ま、多分シャニモに酒井隆成が押していくと思うんですよ、うんうん、で花切ったとこから他の馬がつついてくれたらつついてくれた分だけ真面目に走りますから、うん、だからその真面目に走る距離がゴールにピタッとはまってしまったら、うん、この馬は意外と気持ち悪いよという、うんうん、ところで馬券はキングオブドラゴンかなと、うん、相手としては、うん、そんな感じで僕は予想を組み立てました。はい、ちょっと喋りすぎたね。そうですね、はい、いやそんなことないです、大丈夫だと思います。まあね、さっきも言いましたけど天皇賞つながるレースだと思いますし、うんうん、まあ、馬券もねぜひこの動画参考にして買われてみてはいかがでしょうか、うん、いいですか今日もう閉めちゃって、ずっと早く戦争が終わってほしいね重いな、なんかいやもうそうね、いやほんまそうです、ね、みんな仲良しましょうなという、ね、感じですよね。はい、いや今日はもう時間来たので、はい、この辺りで失礼させてもらいます、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。